プレミアム B ライフ。プレミアム B ライフ。この番組は水木コミュニケーションの提供でお送りします。皆様こんばんは、金森理香です。こんばんは、賛否両論笠原雅宏です。はい、マスター、12月もだいぶ中頃になってまいりまして、はい、そうですね、寒さも深まってまいりましたが、うん、いや僕このなんか寒いの好きですよね。ああ、そっか、寒いの好きって言ってましたもんね。ね、あ、寒くなってきたなみたいなね。私寒いの嫌いだけどイルミネーション好きなので。そうそうそう、でもね、冬の方がやっぱ空気が澄んでる感じがして、ね、僕結構朝とか、あ、寒いけど好きですよ。空もね、青くて綺麗です。あ、晴れた日の空が、うん、やっぱ夏よりも冬の方がカラッとしてて綺麗ですもんね、澄んでて。なんかね、こう本当に街もね、いろいろこうね、あ、もうクリスマスだ、年の瀬だなみたいなね。そうですね、ちょっとこうね、鑑賞に浸りながらね、ライトアップも進んできましたし、されて、マスターはイルミネーションとかは。僕なんてほら、お店からさ、恵比寿のガーデンプレイス近いじゃないですか。そうですね、ガーデンプレイスは綺麗だから、クリスマスの時期になるとちょっと見に行ったりしますよ、ついでにね。近くに金沢とかは、ん、金沢とかライトアップ綺麗だったりするんですか。金沢はあんまりそんな感じがない。どうだろう。そうなんだ、うん、なんか名古屋とかは。名古屋は僕のお店がある、うん、そこ の、 あのセントラルガーデンっていう、はい、そこはやっぱ並木道みたいな、確かにちょっとイルミネーションみたいな。でも金沢はなんでお茶屋街ですからね。そんなのやったらもう怒っちゃいますよ、そのお茶屋のお母さんたちが。そっかそっか、警官を なんてことしてくれるんだって。やめてください。そっか、風情があるんです。まだのに夜でキラキラされてる。逆に夜真っ暗な江戸時代な感じがあそこいいんだから、金沢お茶屋が。なるほどなるほど。あそこにあんなイルミネーションつけた日には大騒ぎですよ。もうそうでした。失礼しました。では今日はちょっとね、先週の続きの血の掟の後半を、後半です、ね、はい、していきたいと思います、はい、よろしくお願いしま す。ということで、マスターのね、毎年恒例の血の掟がやっと解禁になったということで、はい、はい、先週もいろいろ切るテーマでやってきましたけど、まあね、だいぶこれは私のね、世間に対してやっぱね、普段抱いてるね、なんかおかしいんじゃないかっていうことをね、書いているのが多いんでね、ついつい文句になっちゃいますけど。そうですね、まあ先週もね、ここにもありますけどね、ずっとやっぱりスマホをいじってる人が多いっていうのが結構ね、うん、まあだから、ま、もうしょうがないですよ、ね、もうスマホ中心になっちゃってるんですが、今現代人の生活って、ね、歩いててもだから危ない人多いじゃないですか、うん、歩いててもずっと動画見てたりとかしてるから。そうだから、こんだけ世の中さ、歩きスマホは危険って言ってもやるんだ。そう、なんでですか。いや、私も思いっきりこの前歩きながら動画見てて、うん、思いっきりつまずいてすごい転び方してる人見たけど、うん、ちょっと笑っちゃいましたもんね、うん、間違った。そう、なんかだからやらなきゃいいんじゃんってちょっと思っちゃいましたよね。まあ僕の血の掟の何年か前に、あの、歩きスマホはダメ、カニ歩きスマホはってありますけどね。カニ歩きもダメですよ。なるほどね。まだ面白いから。まだ面白いからね。そうですね。カニ歩きのスマホはまだ面白いからね。カニの動画を見てたらカニ歩きになった。カニ歩きになったっていうね。だ、本当ね、そこは皆さんね、気をつけていかないと事故に遭うね、ことだってあるから。危ないんですよね。まあぶつかる人多いから本当危ない。そんなね、読みながら歩くのはね、二宮金次郎ぐらいでいいですよ。かしこまりました。二宮金次郎さんだけです、許される。二宮金次郎さんだったらいいです。あれ、働きながらね、勉学に励んで偉くなったんだから。それだけですよ。そうですね、はい、では次のお題目いってみましょうか。手伝わない割に邪魔する。いるんですよ、こういう人。手伝わない割に邪魔する。なるほどね、わ、うん、かります。これはスタッフですか。いや、これはだから、まあ、スタッフでもそういう場合もあるし、うん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 、あと世の中のいろんなところで仕事行った時にね。あ、そっかそっか、うん、いろんな人たちと仕事してるから、いろんな人と関わるとさ、この人さ別に何も手伝わないんですよ、逆に邪魔だなこの人は。なるほどね。ちょうど俺がなんかやろうと思ったところに物を置いたりとかさ、なるほど ね、 ね、なんかその人がそこに立ってるせいでね、みんなそこ通るときが邪魔になるみたいな人っているんだよ。面白い。本人は何も気づいてないんだけれどもさ、でも来たがるみたいなね、そばにいたがるみたいな、なんか来るみたいな。いるいる。あとは、手は綺麗だけど汚い手を使う。なるほど、かけてるんですね。そうそうそう、これはまあほらね、手の綺麗な女性とか、ね、うん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 、そういう人が意外と姑息な手段を使うみたいなね、ちょっとね、面白い、面白いネタですね、うん、なるほど。ちょっとそういう経験があったんですか。うん、いやだからこれはまあちょっとギャグです。ギャグなのね。面白い。でも昔本当にあったのは、うん、昔ね、うん、マナー教室の
ね、先生と生徒さんたちで、まあ、食事会って予約が入ってて、ああなるほど、ね、うん、みんなマナーが悪かったんですよ時間は遅刻してくる、ね、で料理出す時にペチャクチャペチャクチャ、全然メニューの説明は聞かない、もうまあマナー悪いっていうのを、なるほど、ネタ、そういうネタを思い出してる、なるほどね、うん、面白い、一番いい年だねと言われて10年、これマスターのこと、ん、これもこれで俺の友達のなんかおっさん社長が言ってたって、うん、一番いい年だねって言われてから10年経った、今年はお前一番いい年だぞ運気がとか 言われ続けて10年みたいな、ま、一向に良くならないってまあじゃあまだまだ登れということなんでしょうね、うん、このプレオープンが2年っていうのは、これはあのそういうお店が前あったんですよ、うちの地元に、あ、武蔵小山に、武蔵小山にまあ逆もありますよね、閉店セールずっとやってるお店、う、ね、もうなくなっちゃったんだけど俺の子供の頃、はい、ね、俺が覚えてる限りで20年近く閉店セールやってた紳士服の店ありましたずっと閉店、すっごいもう書きなく、すごい昔のさ、はい、頑張ってなんかもうほんと血文字みたいな、うん、で出血大サービスとかってグワーっていろんな看板が貼ってってさ20年間閉店セールやぞ、だから本当に閉店するときみんな閉店すると思ってないんですよね、思ってた、うん、面白いな、そうですね、本当ですかと若手に言われるとムカつく、ムカつかないこれちょっと別に嘘話せねえよこれでもね、よく言われますよね最近さ、うん、でも若い子の一個の口癖の本当ですか、うんうんうん、結構言わない、そうそうそう、言う言う、本当ですかって言う、うん、いやそれは嘘つきじゃないよそんなにと思ってね、そうですかとかっていうのが多分本当ですかっていうふうになっちゃってますよね、うん、あとね俺ね、うん、そうなんですねっていう言い方も好きじゃない、女の人が言う、何か言ったことに対して、これもね前ねラジオで、はい、それ誰だか忘れたんだけど結構有名な方が言ってて、俺も本当そう思うって思ったのが、うん、まさにそれね、その自分らが若い頃って、うん、そういう言い回ししなかったよねっていう、一つがその女の子が、うん、あそうなんですね、まあ、女の子とか男も言うやついるよね、そうなんですかじゃない、うんうんうん、誰かが言ったことに対して、うん、そうなんですねって、うん、なんか上からですよね、なんかちょっとね、うん、まあ、バカにされてるって言い方変だけれども、うん、なんか違和感を感じてね、うん、あそうなんですねって言われるのが、でもみんな言うからね今ね、それはちょっとね、みんなも気をつけた方がいいですね、だってさ、まあ、その血の掟にはか、うん、ではないけれども、はい、本当にその変な敬語みたいにいっぱいあるじゃない、うんうんうん、あれもこの間俺本で読んで、あのコンビニ敬語っていうらしいね、みんな、うん、これ丁寧にねきちんと言おうと思ってすごい変な敬語を使ってる、例えばほらコンビニでまさにあのお釣りを渡す時ね、はい、大きい方がまずお札返す時、うん、俺の子めちゃくちゃおかしいな言葉があるんですよ、ね、いきなりだとよろしかったでしょうかって、あそう、ね、いきなり過去形みたいなそうね、よろしいでしょうかでいいんですもんね、うん、そうそう、なぜか勝ったでしょうかっ、ね、つけちゃったりとかね、うん、今初めてお前に会ったのにもう過去形ね、過去形にされるのかよろしかったでしょうかって、うんうんうん、やっぱあれ全部コンビニでバイトする、はいね、若い高校生とかがなんかきちんと言葉をきちんとした敬語って言って変な使い回しがああいう風にできたんだって、あなるほど、大きい方はとか、ね、だからコンビニ敬語って言うんだって、でなんかちゃんとそういう研究してる学者さんみたいな人が書いていまして、なるほど、うん、なんかねやっぱり日本語が難しいのもある一理あるとは思うんですけど、うん、変に過剰な敬語とかも増えていて、俺最近のみんな言うやらさせていただきますみたいな嫌いすごいヘリクだって、何々させていただきますっていうのが俺すごい嫌で、あの使いすぎちゃってさ、わけわかんない時あるの、例えばレストランとか行くとね、すごいバカ丁寧な説明でね、本日のメインは北海道産の子羊を用意させていただきましてロゼ色に焼かさせていただきまして赤ワインソースをかけさせていただきまして、それ子羊に敬語使ってるのかなみたいな本当ですね、そうでしょ、そう本当そう、もうちょっと簡素化して ね分かりやすく説明してほしいよね、うん、そのなんか変な途中のいろいろな面倒くさい言葉いらないからっていうね、させていただくわ確かに、うん、ちょっとね言葉はもう少し勉強したいですね、もうちょっとね、うん、丁寧な言い方と
ね、また違うじゃないですか、そのちょっとやりすぎなのと。そこを皆さん分かってほしいですね。そうですね、うん、そしていらないものしか買ってこない、こういうやつもいるんですよ若手で。なるほど、これはタンクトップで両家顔合わせ、これ面白い、これは面白いからと思って。あ、これは想像して、想像タンクトップで両家顔合わせしたら面白いかなっていう、ね、なるほど、もうあんなクールビズとか言ってるんだからもうね。まあ確かにそうですよね、気軽にね、うん、みんなカジュアルでやりましょうっていう意味ね。この人有名だよと説明されているうちは有名じゃない。そう思わない。いるんだよたまに、これもなんかさ、その筋では有名な人っているじゃん、はい、ね、でも俺は知らないわけ。自分に興味がない業界。そうですね。ね、そうですね。それをなんかさ、先生ですね、こちらも有名人だよとか言われても、もう、いや、そうですか。有名だったらすぐわかるんだけどなって思っちゃうわけ。俺もひねくれてんのかな、これ。いや、でもそうですよ。この人有名だからって、わざわざ説明するってことは大して有名じゃないから、有名、一応有名、知ってる人の中では知ってる人かもしれないっていうのを伝えてあげて、ね。そうね、そう。その筋では有名って一番扱いづらいんだよね。その美容関係の人とかさ。ね、なんか。いるでしょ。俺美容だってわかんないもん、男だから。わかる。で、わかる。言われて、ふぶ、そうなのよ、みたいな空気出しやがってね、ほんとにもう。面白い。そうですよ皆さん、ね、本当に有名っていうのは来た瞬間にうわー高倉健さんだとかね、わかる、そうですね、おーレディーガガだとか、うん、そういうのを有名人って言うんですよ、本当そうですね、説明がないとわかんない人は有名人じゃないんです。それこそ徹子さんじゃないですけど、そうそうそう、もう誰が見てもうわーってわかるっていうのが有名な方ですよね、そういう有名って言うんですよ。そこに私ちょっと見せて、見せて、見せて、有名人連れてきてから、全然知らないおばさんとか。あ、そうですか。ありがち、本当にありがち、あるでしょ、はい、ありますね、笑っちゃうよ、あ、面白すぎます、本当面白い、マスターの猫、ね、本当面白いんですよ。締めは毎日オーバーヒート、うん、これはいい、ね、俺が好きな金沢でね、うん、僕の好きなねスペイン料理屋さんなんですよ、はい、そこのシェフがね、うん、ホットで豪快で、うん、いい人で、もうね、ああいう男はみんな好きになるようなタイプですよね、もう体もでかいの、あ、もうなんかもう身長も185ぐらいあって、体重も100ぐらいありそうで、うん、もうレスラーみたいな体型で、で料理も美味しいんだけど、うん、夜中までやっててね、うん、もう年中無休で毎日その週でもう夜になると さ夜中の3時ぐらいまでやってんだけど、うん、もう近所の仕事終わった料理人とかみんなその人を仕立て飲みに来るわけよ、でその人 もう飲みながら作ってて、もうすごいわけよ、うん、えっはいはいはいって毎日オーバーヒートやって言ってる、いい言葉だね。ああ、まあかっこいいですね。うん、そうですね。毎日本当オーバーヒートしてるのはかっこいいです。そう、それぐらいやっぱ仕事はね、うん、楽しんでやんなきゃダメだと。そうですね。本当、やっぱり私もこの1年、まあまだ終わってないですけど、やっぱこう楽しむことがすごい何事も大事だなっていうことをある意味、うん、なんか知りました。どんな状況でも楽しめる人が勝ち。うん、僕もそう思ってね。あのシェフの仕事ぶりを見てから、俺もね、うん、仕事中舌打ちとかしてちゃダメだ。マスターちょっとしてるからな、うん、まあでもそれはそれでやっぱり仕事だから怒ることもしょうがないし、まあね、そうそう、うん、だけど別にそれを普段出すわけじゃないじゃないですか、マスターは。まあ我慢してますけど、そうそう、そうですね、まあその我慢がこの血の掟になっちゃう。あ、そうね、そうね、そうね、でもまあここで吐き出して、うん、ね、血の掟で吐き出して、そうですよ、吐き出して何人かは、うん、あ、これ俺かなって思えって話ですよ。お前らのことだよっていうね、それも含めて書いてますから、そうですね、そうですね、うん、面白い。あ、ということで、今夜は血の掟パート2後半戦をお送りさせていただきました。結局俺が文句ばっかり言ってるおじさんっていうので2週終わりましたね。いや、面白い、年末にふさわしい大面白トークでした、はい、ありがとうございました。ということで、もう、はい、あとね、今年も残り2回かな。あとちょっとですかね。はい、あとちょっとになりましたが。毎日オーバーヒートで。オーバーヒートで楽しく行きましょう。はい、ということで、また来週金曜日、夜7時にお会いしましょう。今夜も金森理香と、マスターことサンビリオロン笠原正宏でした。ありがとうございました。プレミアム B ライフ。この番組は、水木コミュニケーションの提供でお送りしました。モデル事務所水木コミュニケーションでは、エンターテインメントで人々に感動と笑顔、そして活力をに共感できる方を募集しています。モデル事務所水木コミュニケーションでは、モデル、タレント、俳優を目指しているフレッシュなあなたのご応募をお待ちしています。詳しくは水木コミュニケーションで検索。